昼か。最近エルマのお腹がお昼の合図だね。朝ちゃんと食べてる？お金がないのだ。いつも食べ過ぎなんだよ。あと一日しのげば給料日なのだ。やれやれ。はい、おせんべい。おー、ありがとう小林さん。うまい。3時か。これもらい物だけど。おー、ありがとうなのだ。うまい。8時か。エルマちゃん、これ食べる？給料日前はきついよね。自分もこれ。みんなありがとうなのだ。愛されてるね。